高市聖伝信用呼吸、信用呼吸、ピンイン、春蝶がゴングは、中国の遼寧省信用指針科学内に残る、清朝の離宮である、西京皇宮と呼ばれていた、北京の故宮と並んで、保存状態の良い後金時代の皇居である。建築様式は、漢民族、満州民族、蒙古民族の様式が融合している。規模は、北京の故宮の12分の1である。 1625年に建てられた後金の二人の皇帝ヌルハチと本大寺の皇居で、真の遺理跡は引き続き理給として用いられた。1961年に中華人民共和国の全国重点文物保護単位に指定。2004年にはユネスコの世界遺産、北京と新洋の名、清志王朝皇宮に追加登録された。現在は新洋呼吸博物院として、 一般公開されている、信用呼吸平面図大聖堂の敷地内は主に、あずまじ、中じ、西寺に分けられる。信用呼吸の中でも最も古くから建てられた、主に、ぬる八時代の建物で、主な建物に、大聖殿や重王邸がある。本体寺の時代には、行事の時しか使われないようになった。大制殿は、あずまじの正殿で八角形をしており、世界唯一の建築様式で、 移動式、テントゲルを真似ている。正面の二つの柱には、皇帝の象徴の金の竜が絡みついている。縦王帝は、右大臣に相当する右翼王と左大臣に相当する左翼王の執務室と八期それぞれの建物それぞれ十の建物で、大聖殿前の広場の左右にある、王凰郎、高志聖殿の玉座信用呼吸の中でも、本大寺時代の建物で、 主な建物には、高市聖殿、聖泥宮、鳳凰楼がある。高市聖殿は、中寺の聖殿で、本体寺の執務室である。鳳凰楼は、信用呼吸の中でも最も高い建物で3層から、なる。3層目からは、皇帝が酒を飲みながら月を見たという。聖泥宮は、皇帝と皇后の寝室と側室の寝室4棟が、並ぶ皇帝とその家族の生活空間であった。 文祖閣散会館入り席後に引き続き利休として建てられ続けた建物である。四個前書が収められていた文祖格がある。東宮、編集西宮、編集信用呼吸の高し制度の中華、人民共和国領年賞信用指針科区市に往路171号にあり、1926年に創立した。 博物館は敷地面積が7000平方メートル、収蔵されている文物は数万点あり、いずれも新朝の宮廷の歴史、宮廷の生活を反映した実物や資料であり、天聖文物、宗教関係の文物、書、絵画、時期、詩集、被告などが含まれ、その中には国宝級の収蔵品も数多くある。博物院の転換として新潮宮廷の現状、 宮廷歴史文物、新大芸術品展などがあり、新朝の前期の宮廷の遺物を、おもとし、2239点の文物、資料が展示されている。2004年、新陽古久は、ユネスコ世界遺産に、北京都新陽の名、清王朝皇宮として指定された、上記のほか、両洋に、ルハチの一族を葬った東京陵がある。ありがとうございます。